こんにちは、小林幸子です。今日も始まりました、小林幸子は YouTuber。 幸子さん、はい、ネットで見ましたけど、まあ、たやらかしましたね。ちょっと、やらかしたって言い方やめて。これも完全やらかしですよ。何が？いや、僕、リアルタイムでネットの情報を見て大丈夫ですかって皆さん聞きました。本当に、まずこちら皆さんにご覧いただきましょう。どうぞ。はい、はい。さあ、こちら NHK の喉自慢、先日ご出演されてますけど、生放送なんで椅子から落ちたんですか。ほんとよね。な、ねえ、しかも落ちてる瞬間がちゃんとカメラに映ってるって。それにはびっくりしました。家帰ってビデオ見たら、ほんとにどうしちゃったんだろうって自分でも驚きましたけど、椅子から転んだってみんなに、まあ、言われた。転んだんじゃない、正確には椅子から尻もちついたっていうこと。尻餅ついたんです。すごく出場者を盛り上げてくれて、ありがとうございます。また今回も、この人いいなと思って、パーッと立ち上がったんですよ。椅子って、自分が立ち上がったら、また座ったらそこにあるもんだと思うですよ、椅子が。そしたら椅子にね、ちょっとしたコロがついて。コロがついて。パッてやった瞬間に、パッて後ろに行ったら、そんな知らないから、あると思って行ったら、そのままズズ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 ズって。びっくりして、私はな。だから画面からいなくなったもんね。私がね、一瞬足が怖そう、ズズズって行って、私そのままドワーンって後ろに行ったんですよ。で、その時に後ろに出場者の人がみんないて、幸子さん、大丈夫ですかって全員で上げてもらったす、何事もなかったよみたいな。そこに座ったって言うのと、歌ってないのに画面の全てを持っていくっていう。いや、そういうつもりでやったわけじゃなくて、自分が一番、私が驚いたんだもん。だって座ったら、ってあれで、改めて崩れ落ちる瞬間です。どう？ちょっと待って。いや、これ何度見ても笑えますね。別に笑わかせようと思ってやったわけじゃないんだけど、これ狙ってやったんじゃない。やりませんよ、そんなもの。これネット上で勝ち物放送事故、やばい、小林幸子大丈夫かって、ツイートがドバーッと並んで。そうだったの。でも、ざわついてました。三上さんとかびっくりしたじゃないですか。私たちもモニターで見てるので、同じ画面を見ていて、わーみたいな。そこから袖からこうやって、そう。舞台席際まで行って、製造を確認できて、私はスーッて行って、またヒューンって上がった時に、みんな、見てる。だから、多分やってたよ、これやってた。大丈夫って言って、改めて幸子さん崩れ落ちる瞬間です、どうぞ。やめてよ。素晴らしいですよね、もうあの瞬間にカメラがシュッていったら、普通だったら歌ってる人撮ってるじゃないですか。綺麗に抜きました。そうですね、横転したもんね。いや、もうもはや普通はあれやばいと思ってカメラね切り替えて、幸子さんがその映ってないところに行ってるじゃない。それでも映り続けるっていう。そう、逆にそこ映されない。公共放送が幸子さんはいじっていい人なんだ。ダメよ、そんな。いじってませんよ。いや、でもこれ、さすがに、お怪我なかったからよかったですけど、怪我してたら本当に大変ですから。何も怪我はしてないんですよ。だから、今こうやって笑って、話せてますけど。ただね、その日は帰ってきたんですけど、東京に帰って、なんともないとかって言って、3日ぐらいしたら、お尻痛かった。お尻痛い。あれ痛い。あれですね、年取ってくると筋肉痛って、うるさいよ、うるさいよ。こっち取って、取りくる。いや、でも年取ったの。よくはっきり言うね、はっきり言う。いや、でも本当にそうなの。そして、きっとこの日、小林幸子の呪いだと思うんですけど、これだけじゃ終わりませんでした。そうだったの。こちらの映像をご覧ください。
さんカメラマンが転ぶ、うん、リハーサルをねやってる時にこのオシャンティマジーがある演歌の歌い手さんの歌う歌ではないっていうすっごいリズムが良くて、ものそのキャメラマンの人がまあハンデハンデしょで、ハンデキャメラの人がものすっごいこの歌いい、僕もう一生涯かけてもうすっごくいい絵撮りますからって張り切っちゃって本当本番始まりました。だから本当にもう この勢いでぐるーっとほらハンデキャメラだからよくやるあるじゃないですか、ハンデキャメラバーって回って撮るつもりだったんじゃない、勢い余って前のケコブに落っこちゃったんですよ完全にステージから落ちちゃった落ちちゃった、勢い余った、カメラマンさん落ちた瞬間こちらです、うん、また NHK のすごいところはちゃんとスイッチングして転んでる瞬間をちゃんと収めてるんですよね。ちょっと何とも言えないんですけど、でもね私もねもう長い間歌を歌ってますけど、前で生放送でキャメラマンが倒れたって初めて見たんだよ私やっぱり歌い手だから歌ってるんだけど頭の中はどうしたのかなと思ったんだけど、歌いながら大丈夫ですかって言ったの大丈夫って言ったのは後にも先にも初めて、カメラマンってすごいですね、何があってもしっかり握ってたもん転びながらあれはねすごいなと思った。私は一部始終見てるわけですよ、歌いながらでも見てて大丈夫って言って見ているうちにバーってスーッてもう吐けるのを見終わったんで、これどういう風になったか分かんないけど、でも一応袖にいるスタッフに、あ大丈夫です、はい、ありがとうございました、それでまたスーッて何もなかったので自分にもびっくりしましたけどね。すみません、やっぱ芸歴60年の対応力は伊達じゃないですね。いや、そういうことを言うのかどうかわからないけど、そうなのかなとか思いましたよ。いや、なかなかあの事故は出会わないし。いや、出会いたくはないですけどね、あんまりね。驚いた、でも。人が歌ってるところで自分が転び、うん、自分が歌ってるところで人が転び。うまい。人生初経験がこの日2回もあったことですね。いやー、のど自慢始まってまるで初めてなんじゃないですかね、史上初めてなんであんなことが起きた。この日ののど自慢は小林幸子の呪いですよ。呪いってあれだって私は呪ったわけじゃないもんねでも何事もなくて最終的には 本当にちょっとかすり傷だったらしいの、カメラマンの人は。うん、それよりも後から聞いたらね、なんか一生懸命やろうと思ってたのに散々なことになって自分の責任で心がなんか折れてたらしい、かわいそうだったね。カメラマンの方はねやっぱりプロの仕事としてやっぱあってはならないと思っちゃうんでしょうけど、でもね足元気がつかなかったんでしょうね本当に一瞬真っ黒になりましたもんね、画面が。あれはガタガタッつってタラッつってタラッつってね。でも本当にあのお稽古がなくて、あの幸子さんもカメラマンさんの方も、はい、お稽古がないからこそ、うん、あの一つ伝説が刻まれたと思います。今言えるんですけどね、これで大変なことになったらとんでもないことだわね。いや大丈夫です、元気です。改めてこちらの映像です。もういいってば。で振り返って、幸子さんが転んだ瞬間です。やめてくださいってのだから、お尻が痛いんだってちなみに、あのこのキャスター付きの椅子は変更を検討するって言ってますこの幸子さん転んだ後、金がこの方のなったじゃないですか。なった。もうその後の幸子さんのテンションの上がりを、そう、もうだって、どうしたらいいか分からないごまかしも入ってたんですね。これもし幸子さん転んだのに気づいたら歌えてなかったと思いますよ。ね、手がならなかったかもしれない。そうだね、おめでとうじゃなくてとんでもない話。まあ二度とないことは願いますけども。会っちゃいけないでしょう。もうまず本当にお体は、はい、本当にお気をつけて。ありがとうございます。皆さんもどうぞお気をつけください。2、3日してから痛くなりますからね。運動会やった後ね、お父さんお母さんね、もう3日ぐらいしてから痛くなる。まああんな感じですから、どうぞお気をつけください。いや、幸子さん、ちょっとこれはどうしても触れなきゃと思って、今回 NHK の小林幸子の呪いをちょっと取り上げさせてもらいましたけど、やめてください、改めて、視聴者の方々にちょっと謝罪していただいて、はい、なんで謝罪しなきゃいけないんだよくわかりませんけど、わかりません。でも謝罪を、そうですね、いや、もうご心配をおかけしたので、そうですね、ご心配をおかけいたしました、本当に申し訳ございませんでした
そんなわけでどうぞ皆さんお体お気をつけいただいてチャンネル お体お気をつけいただいてチャンネル登録っても変な話ですけど、視聴者の皆さん全員がいやあなたこそ気をつけてください。そうだね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。